はい、お元気でしょうか。てりやきでございます。私はお元気ではありません。私は今、花粉症の真っ只中です。できることなら眼球を取り出してこうジャバジャバ洗いたい、そんなてりやきでございます。さあ今日はですね、トラッパーで遊びたい気分ですね。はい、終始トラッパーで頑張っていこうと思っております。はい、よろしくお願いします。今回のパーク編成はトラッパー固有パーク3種類プラス鉄腕ということで、説明はカットするよ。あの前にね、あの固定プラス鉄腕の動画上げてるから、そっち見てね。あのパークの説明見たかったらそっち見て。うん、まあとにかく、まあ持ち上げてから吊り下げ台まで持ち運ぶのが早なるのとね、バリゲード潰すの早なるのと、あとなんか頭抱えてるやつあるじゃないですか、一番左のね。あれはうん、発電機とかを復旧させる時のあのスキルチェックをね、狭くするやつ。おい、近くにおるぞ。おた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 、よいしょい、もう一発。嫌な予感がする。この赤い家には逃がしたくないんだよね、できればね。いや、でも、なんか、いけそう。しゃーはーい。吊り下げ台に行こうじゃないか。なぬ。ディサイスブストライク。久々に食らったわ、この、がっかり感。このがっかり感たらないんですよ、せっかく捕まえたのにね。よいしょい、さあ食らわしてから、地下が近いね。また地下収容所行きだな。帝愛グループの地下収容所だね。そして君は一日の稼ぎのペリカの大半をビールと焼き鳥に使うんだ。そしてね、プハー、キンキンに冷えてやがるとか言うんだよ。この焼き鳥犯罪的とか言うんですよ。はい、ということでまず一人吊り下げたはいいものの、うん、周りの3人がね、これ発電機、あら近づいてきたな。おお、痕跡、おお、ジジイか。ほう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 。お、罠に引っかかっとんな。おお、お、助けやがった。いい連携しとんな。はい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 。しかし、こいつだけは逃がさんぞ。メガネ君もね、できることなら倒したい。惜しい、あと一歩だ。うん、そろそろ助けに来てるんじゃないか。うん、これ地下か、どこだ。あ、地下ちゃうな。あ、おるね、ここやね。はい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 。まあ一人はね、ちょっともう倒しとこうか。倒しとこうか。もうしゃあないね。あははは、回線切った。そうですか。さあ、状況はね、あまりよろしくないですよね。残り3人で発電機1つ。おそらくもう1つもすぐね、復旧されんじゃないかなっていう感じですけども。聞こえるぞ。だいぶ進んでるよね、もう発電機の復旧が。やばい。このままやったら没動画なるよ。お、じじ走ってる。おうおうおお、おるね、おじいちゃん。プレステージおじいちゃんじゃないですか。よしよし、
もう一発食らわしてくれ。もう一発だ。はい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 、遠くから追っかけますよ。遠くから追っかける。そう、まあなんと名付けましょうかね、ファジー追跡術とでも名付けましょうかね。ベターっと後ろからくっつく追跡術ではないんですよ僕はね。はい、おじいちゃんを吊り下げるぞ。悪いがこっから全滅させようと思ったらかなりおびき寄せなければ無理だ。おびき寄せなければ無理だ。おびき寄せると、うん、極力おびき寄せて、うん、ぶっ倒していくぞ。もうサバイバーはね、もうゲートから別に開けて逃げるというそういう選択肢もありますからね。ジジイを助けたければ命を授けろというね。命を差し出せ。お、あくまで3人で逃げたいというのだな。あくまで。よしよし、おじいちゃんの姿は目で追ってます。よしよし、おお、やられた。やるな。そうか、出口にまっしぐらだな。そうかそうか、なるほど。なんとかして出口にちょっとでもね近づきたいというそういう動きをしている。はい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 、なるほど、あの板を使うつもりだ。あ、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 ギリギリ、よいしょー。おじいちゃん、あと一歩だったね。残念だ。あともう2、3メートルだったな。残念。はい、ということでちょっとでも出口から遠いところに吊り下げてまいりましょう。はい、おじいちゃんこちらですよ。はい、おじいちゃんを吊り下げよう。はい、おじいちゃんの叫び声が響き渡ってるね。さあ、お、さすが勇敢なサバイバーだ。プレステージしてる、うん、完全に釣り出そうという動きだったね今のはね。簡単には釣り出せないよ私は。さあ、おじいちゃんの足元に仕掛けるフェイントをかけようかな。ほら、引っかかるんよね、うん、痕跡が残ってるから近くにおんのね分かってんのよね。ほんで、あー惜しい今の。おう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 、おい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 、もう大変だぞこれ。あともう一人おじいちゃん倒せたら全滅だぞ。どこだおじいちゃんは。ん、はあ、出口に向かわずに仲間助けに行ったな。これは仲間の命を救いに行っとるな。さすがやん、うん、さすがやね。ああ、ミスった、ミスった。ホムホム、全員助けたか。やるやんけ。よしよし、まずい、空いとる向こう、あかん。よいしょい、しかしギリギリ行かせません。ギリギリ行かさん。おお、引っかかっとんでおい。さあここで鉄腕プラスアチテーションの威力を発揮しよう。あっこまで行けるぞ。ジジイ背負いながら攻撃してやる。おれ、お、助けに行ってる。俺の方が早い。バーチゴン。なジジイ。おー、そうか。まあ、ジジイを手放しても、ジジイが手に入るという状況だ。うん。まあ、しかし、逃がさんがね。よしよし。二人人質がいるぞ。
いい状況だ。うん、あらー、あれまた吸い込まれた。いった。ん、あ、助けに行ってる。よーし、メガネ君、君は、リーチなんですよ。あなた倒せば全滅なんですよ。全滅させてもらえませんかね。おーっとひょっこりまたジジが出てきやがった。あおおおおおどうだ、うん、トラバサミの味は素晴らしいでしょうよ。これ罠に追い込まれていったね今ね。非常に気持ちいいラストだ。最後ね、やっぱトラップで仕留めるっていうのが、まあトラッパー日和と言いますかね、ラストのサバイバーをトラップで仕留める、うん、あら気持ちいい。さあラスイチですね、まあ、先に出口見つけられてたらどうしようもないけどもね。どうでしょう、あと残りの体力で脱出できるでしょうか。あー脱出されました。はい、ということで4人中3人倒すことができました。まあそうですね、あんだけ不利な状況からよくまあ3人も倒せたかなということで、はい、まず1戦目遊んでまいりました。では次のバトル行ってみよう。さあハドンフィールドにやってまいりました。私ね、実はトラッパーでやるときってこのハドンフィールドはさほど苦手ではないというか、罠の仕掛けるところを工夫すれば結構引っ掛けることができます。例えばこういう、まあ、間ですよね。壁と壁の間とかに僕は好んで、仕掛けることが多いです。よく引っかかります。また。うん。まあ、草むらがあるところに罠を仕掛けると見えにくくなるんで、ああいうとこですね。ああいうとこです。そう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 。この、なんていうのかな？敷居と敷居の間？敷居？か、壁と壁の間にね、こう、間に仕掛けると。はい。こんな感じで。で、今回の私のパークの編成、おっと見つけた、見つけちゃった、走ってるぞ、走っとんな。はい、一番左、タナトフォビア、吊り下げれば吊り下げるほど、いろんな作業が遅くなります。あれ？あの、オブセッションのついてるやつが死んだんというか、あの、今、切れた、あ、引っ掛けたぞ、さっき、早速引っかかってるし。はい。一応回収 C の持ち上げの、持ち上げたまま歩きのサバイバー吊り下げのということで、そして罠仕掛けると見せかけの攻撃 C のという罠仕掛けるフェイント C の回りきてないかミーノっていうね、これね、うん、はい、これやっぱりやっとかなければバリバリ助けに来ますからね。ほらね、はい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 、まんまと引っかかったな君。残念ながら先ほどのサバイバーはさっさと死んでしまいましたがな。あああああ、あらあら、ってことはラスト1人じゃないか。まあダイイングライトが点灯しちゃってるからね、かなり厳しいよ。確かにいろんな作業速度遅くなるからね。あれ下降りた、うん、ああまだいてるね、もしかしてまだ屋根におるね。多分やけど、この上におるんちゃう？うん。おるおる。まあ、急がなくても、ねえ。よしよしよし、いいんだけども。ああああああ。近いぞ。おい！当たるんですよ、あれ。ちょっと低いから。バッスン当たるんですよ。はい。ということで、なんだか。おうおうおお、これは
昼までで仕事終わりだぞ、これは。夕方はね、どっかビアガーデンとか行ってね、ビールでも楽しみたいというよ、そういろんな感じです。僕まだパーク紹介というかパークの説明も何もしてないのに、まあいっか終わっちゃったな、これ。はい、いやー、探したわ、本当に探した。こんな角におるとはね、ぐる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 回ってたわ。はい、ということで、まあ、非常にうまいこと行き過ぎというか、まあ一人回線落ちがたまたまそのダイイングライトのオブセッションついてるやつやってね、まあ、これはまあ向こう側ついてないなはい、ということで、なんかかなり楽に行けましたね、今回はね。はい、ついてました。はい、では3戦目どうぞ。さあ、今日はこれ3戦目ですよ。非常に順調ですね。トラッパーいいじゃないですか。トラッパー罠やっぱり仕掛けてさ、あ、今回トラップバッグ持ってきてるんで、2つまで今ね持って持てます、こんな風に。はい、お、見えた、ラッキーやなー。今回はこんなラッキーなことある？おお、しくったあれ、おい、メガネ君、もう一発で君はダウンですよ。はいはい、そっち側に逃げたらまずいんじゃないですか。はい、さあ、メガネ君を葬り去るチャンスだな。さあ、さっき近くでね、発電機を復旧させる音が聞こえてたから、助けに来る？おるね、やっぱり。近くにおる。まあ、問題は何人ぐらい、おっと残念。そして今、助けに来ているジジイも。よし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 。お？なんだあれは。わざと引っかかったのか？釣り出そうとしている動きだな。まあ、とりあえず、このバリケードは厄介だから潰しておこう。さ、まあ、おそらく他のサバイバーは、あの二人を回復させるので精一杯でしょ、今はね。じゃあ、近くの、まあまあ結構発電機進んじゃってるじゃない。ナースコーリングがあればね、おそらく見つけれるんだろうか。おっ、おった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 、そうか。よしよしよし、よしよし、来てないかな、来てないね。じゃあ発電機を潰そうこの近くに発電機がある場合はこういう行動ができるからありがたいね。え、潰して、お、助けたか。ほう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 、さすが、隙を見せたら助けるね。よしよし、しつこくメガネ君追っかけるぞ。まあ一人一人ですよ。あ、バロードタイムです、今のが。おじいちゃんが持っている固有パークですね、バロードタイム。助けた本人と助けられた本人はダウンね、一回だけ免れます。ただし4、まあ言うたらゲージがね、あって、その間は倒れないんですけれども、そのゲージがなくなると、倒れてしまうというね。はい、よしよし、まあまあ残り、3人でまた5つですからね、非常にペースとしてはいいですよ。今回はね非常にいい。なんかだから絞って発電機を復旧させてないから残るんですね、こんな風に。
僕としては中途半端に復旧してるところをこう潰していきたいな。こういうとこ、こういうとこ。僕ね、好きな CM がすごくありまして、テレビの CM ね。僕ね、日清の CM がすごい好き。カレー飯の CM めっちゃ好き僕。まあ、とか今やってる焼きそばん、焼きそば UFO の CM、 焼きそばんエクストリームソースかな、あの日清の CM はもう特に好きですね。僕の行き着くとこの動画のもうほんまに目標と言いますかね、なんていうか、インパクト重視、すごいと思う。何千万もお金使ってさ、何千万で済むんかな、ああいうこうバカインパクトなものを作るっていうのは俺もすげえと思う。一回見て、カレー飯シリーズほんまやばいから。ペーペコペーペコペーペコチン、ペーペコペーペコペーペコチン、ペーペコペーペコペーペコチンって言ってね。オラ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 ペーペコペーペコ、あうーし、あうーし、もう一発、ペーペコペーペコペーペコチン、ペーペコペーペコ、すっげーねー、大好き。特にね、まあカレー飯の2回目かな、3発出てるんですよ。まあ3発目も結構やばいんやけど、ほんま映画のマッドマックスと争うぐらいやばいんやけど、2発目のカレー飯の CM やばいね。もう大好き、ほんと。できればもう僕の動画の広告、動画の広告は全部それのカレー飯の CM したいぐらい、できるなら。ほんとそれぐらい大好き。本当に今テレビで、おっと、おじいちゃん、おじいちゃん、あれ、おじいちゃんどこ行くの、あ出たね、助けることを焦って足元の罠に引っかかってしまうという僕がよくやるパターンですねこれね、ダイソン並みの吸引力だろっていうことですよね、はい、ということで、そうなんです。今 UFO の焼きそばのやってるやつね、藤岡弘が出てるんですよ。藤岡弘と、なんか若手のヒーローというか、が、なんか二人出てきてて、で藤岡弘何の役かなと思ったら、そのヒーローがまたがるバイク役なんですよね。で、怪人が出てきて怪人に破壊されるんですよ。で、ヒーロー役の中川大志が、その藤岡弘レジェンドって言われてるんですけど、レジェンドーね、破壊されたから。去年が遊園地やねんけど、観覧車のてっぺんからさっきまでバイク姿やった藤岡弘が柔道着を着た姿になって落ちてきて、で受け身取って日清焼きそば UFO で終わるんですよ CM が。すごい。おっと、じいちゃん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 、もうね、おっとやってくれまんな、どこへ逃げようと思とるんかいの、逃げれますかいの、その逃げ方で後ろから追っかけてきてますぜ、おい、うー、どこ行くんや、あら、ああ、向こうロール、はい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 、おじいちゃん反対側に、お、反対側やな、ほう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 、でもゆっくりしてると倒れてるやつが死んじゃうぞ、そう、私の方が有利なのですよね、ほわ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 、ペーペコペーペコペーペコチン、ペーペコペーペコペーペコチン、ペーペコペーペコペーペコチン、ペーペコ、はちゃということでね、仕留めてまいりました。あとは倒れてる人をね、残らず吊り下げ台に吊り下げていきまひょうか。ちょっとギリギリかもわからへんわ、アジテーションも鉄腕も持っとれへんさかいな、
おお、その割には安城行きましたわ。あともう一人のサバイバーどこに行ったんかいな。まあ見つからんのでね、もう時間もったいないし、まあその間小銭稼ぎでもしときましょうかね。さっきの話ちょっと戻るけど、藤岡弘と柔道着ってなんかあんの？昔ね、セガサターンっていうあのハードがあって、その CM でね、セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサターン四郎とりゃーっていう CM やってたんですよ。なんか柔道着と藤岡弘ってなんか関係あるんですかね。まあ、もしくはそれを見てた世代の子が今焼きそばの CM を撮ってるかもわかりませんね。リスペクトして、よいしょ、オッケーということでね、はい、遊んでまいりました。いかがだったでしょうか。まあ、今回参戦遊んでいきましたけれども、そうですね、まあ実はリクエストをたくさんいただいてるんですけどね、まあ今回も本当はトラップだけで倒す予定やったんですよ。トラップだけで倒してくださいっていうリクエストがあったんでね、無理やねかなりほど遠いわ。はい、ということで、まあ今回はまあトラッパーナイトということでね、わなおさん中心に遊んでまいりました。まだまあ叶えれるかはどうかは別として、リクエストありましたらどしどしコメントをお書きください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。